アズイムー・シャーンは、北、インド、ムガル帝国の、第七代皇帝バハードルシャー一世の三男、同国第九代皇帝ファルフシアルの父でもある。アズイムー・シャーン1664年12月15日、ムガル帝国の皇帝バハードルシャー一世とその日、アムリタバーイの息子として生まれた。 1687年2月21日から1695年5月9日まで皇帝アウラングゼーブの命により父と共に監禁されていた。1697年アウラングゼーブによりベンガル地方における反乱鎮圧のためにベンガル大使に任命され補佐役のムルシドクリーハーンと共に認知に赴く。ベンガルに赴任する以前ザバルダスとハーンが鎮圧に努力していたが、 ミコが不任すると、州の面前で侮辱するなどしたため、ザバルダスと、ハーン失意のうちに、ベンガルを去ってしまった。その後、再び反乱勢力が、ベンガル地方で回復したが、翌年にミコは大軍を送って、これを鎮圧した。その後、1702年にミコは、ビハール地方、オリッサ地方の大衆に認じられている。だが、ベンガル地方における、反乱の鎮圧後、ミコは、 祖父、アウラングゼーブ、等、バハァデルシャーの死後に起こるであろう行為継承戦争に備えて、様々な形で不正蓄財を行った。補佐役のムルシドクリーハーンはこれに苦慮し、不正蓄財をやめさせるべく、アウラングゼーブの指示を得て、1704年を、ベンガル州の州都オダッカから、ムルシダーバードへと移した。この過程で、州の実験は、巫コから、 アウラングゼーブの同意を得たムルシドクリーファーンに移った。1707年3月20日、父ミカド・バハードルシャーより、アズイ・ムーシャーンの称号を賜った。1712年3月18日、バハードルシャー一世の死後における行為、継承戦争において、他の3人の兄弟と争った。彼は、他の兄弟よりも財源が豊かであり、軍の規模も大きく、 定位継承者となる可能性が高かった。だが、彼は2位、ジャハンダールシャーに敗れ、ダービー側で溺れさせられ死亡した。ABCDEFDAQ、ABCDE ホリ世界歴史創始バングラデシュの歴史、P71、ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、P244、ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、ピアニッシも四十四から四十五 ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、P249。ありがとうございます。